ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきにあるのだ。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは、己が死。あの畜生かげろう目に、必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだな、もののふれ。お見送りにせい。
ならば参れ。お主の技を見せてみよう。どうする、遅すぎる、死ね。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。はっ、叩き潰してやる。黄泉はまやかしを見せた。斧が目に頼ってはならぬ。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。まやかしを見せて、物が目に頼ってはならぬ。我らの
終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。この印じゃ時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、の格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
ここか。もしくはここか。もしくはこちらか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた、お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者、お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ。小僧、お前はわざわざこんな遠くまで死にに来たのか。
これは黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。遅すぎる。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たな獲物になろうぞ。それに強き者に。侍ではない。お
仇を討った暁の新たなるものになろうぞ。さらに強き者に。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たなものになろうぞ。さらに強き者に。刀もろくに握れねえじゃねえか。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たなるものになろうぞ。さらに強き者に。Oh!
一つ名前を得る魂か。
手を貸すな。乗客が待っておる。先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。恥を知れ。影を汚しおった。
先生。アイコは、アイコはどこだ。先生、お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。我は己を知るのじゃ。